広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチートは口井戸竹内です。ナップルです。ニョピュットです。本日も新カードを使って対戦していこうと思います。はい、イエイ。何のデッキですか今日は。はい、今回は新カードのセージを使って高校最初の番から進化ポケモンを使って相手を妨害していくねデッキを持ってきました。妨害、はい、はい、ちなみにポケモン何ですか。まあ見ればわかりますから。うわ、お楽しみにということで、はい、何が出てくるのか楽しみです、ね、はい、ではやっていきますか。やっていきましょう。最初はグーじゃんけんぽい、はい、あいこうでしょ。じゃあ高校にします。はい、それでは対戦始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。シャワーです。影坊主です。影坊主、はい。一枚いきます、はい、察しました。察しましたよ。仲良しポニー使います。はい、シャワーとメタモンを出します。はい、では花選び使います。はい、2枚見ます。カウンターキャッチャーをロスゾーンに置きます。はい、画面の都合上こちらに置きます。はい、デスボール使います。はい、輝く月光を出します。はい、入れ替えカードを使います。はい、メタモンをバトル場に出します。うん、そして特製の変身スタートを使います。はい、ではキュアワーを選びます。はい、ではメタモンをフラッシュしてキュアワーを出します。はい、では花選びの前に隠し札使います。はい、ベストボール使います。はい、ウッドを出します。はい、常闇がね怖いのでね、もうグッズ使いまくりました。まあまあ使えるうちに、ね、使っといた方がいいと思います。グッズをね使わせないっていうね技になってますよね。では花選び使います。新神殿をロスゾーンに置きます。はい、ポケモン入れ替えを使ってキュアワーを出します。うん、これで花選び使います。水エネルギーをロスゾーンに置きます。はい、キュアワーに水エネルギーをつけて場を割ります。はい、で1枚引きます。はい、じゃまずトレッキングシューズ使います。はい、1枚見て仲良しポフィー使います。うん、これで仲良しポフィー使います。いいですね。じゃあ影坊主とパルデアウパーベンチに出します。はい、まだ使います。はい、手札から影坊主に超エネルギーつけます。じゃあネストボール使います。はい、じゃあイキリンクイックスベンチに出します。はい、じゃあイキリテイク使います。トラッシュします。はい、じゃあネストボール使います。はい、輝く翡翠オーニュラをベンチに出します。うん、まだ使います。レオラントビーベンチに出してルミナスサイン使います。はい、じゃあセイジを加えてきます。汚い、はい、まだ使います。はい、手札に加えてじゃあセイジ使います。はい、これで特性を持つポケモンじゃなければねすぐ進化させられちゃうんですよ。はい、じゃあジュペッタイエクソを選んで影坊主進化させます。来ました。はい、高校最初の番です。そうなんですよ、これめっちゃ強力ですよね。やだよ。じゃあこれで技を使います。常闇で次の相手の番相手は手札からずっと出して使えないということで、こっから始まるんですね。はい、もう嫌です。一応いきます。はい、どうぞ。グッズ使えないのか。じゃあアクロマの実験使います。はい、では、ジラーチとミラージュゲートをロスゾーンに置きます。はい、では花選び使います。はい、2枚。悩ましいんですがアクロマの実験をロスゾーンに置きます。ほう、はい、で、ね、今引いたトドロク付き EX 出します。そしてアクエネルギーもつけておきます。わかりました。常闇でおそらくしばらくはミラージュゲート使えないと思うんで、まあまあまあ、まあ、手札から突き進めておきます。はい、ではキャワーを逃がします。はい、でバトル場にウッド出します。はい、ではおとまけスピットを使います。110ダメージです。はい、1枚引きます。じゃあトレッキングシューズ使います。1枚見て加えます。はい、じゃあ手札から超エネルギー影坊主につけます。じゃあボスの試練を使ってトドロク付き EX を呼び出します。はい、育てていますが呼び出されたそれ早めにねダメージ与えていきたいですね。はい、これで技を使います。トコヤミで30ダメージです。はい、はい、じゃあ1枚引きます。はい、うわぁ、入れ替えカード引いたのに使えないんだよ。そうなんですね。超エネルギーをトドロク付き EX につけます。はい、バトル場にとどまるか逃げるか迷ったんですけど、うん、ポルターガイストも怖いんですよね。はいはいはい、されちゃうかもしれないんで逃げます。なるほど。はい、バトル場にウッドを出します。はい、
では、おともにスイットで110ダメージです。はい。1枚引きます。手札から超エネルギー影坊主につけます。はい。スタジアム危険な密林を出します。はい。そしてじゃあサポート博士の手札を使います。はい。プラスします。じゃあハイパーボール使います。影坊主と聖地プラスします。はい。ジュペッタ EX 加えます。じゃあ影坊主をジュペッタ EX に進化させます。で、パルデアウパーをパルデアボー EX に進化させます。いました。はい。じゃあ特製の毒の沼地使います。はい。じゃあパトロックの毒にしてもらって。毒です。はい。じゃあこれで技を使います。トコヤミで30ダメージですね。はい。30で。で、ポケモンチェックですね。はい。何個乗るんだダメ感が。まず1個で、輝く規制オニラがいるので、2個多くなって、はい、さらに危険な密林で、2個多くなってるんで、もう2個ですね。なんで？毒でダメ感5個乗るんだ。はい。8個か。はい。じゃあ1枚引きます。はい。ドロク付き X に悪エネルギーをつけます。はい。で、この番のサポートは、ボスの指令で、何？カルデアドー EX を呼び出します。わかりました。逃げるエネルギーがね、3個なので、逃げづらいでしょう。このまま足止めできれば、次の番、常闇を使われなくて、次の自分の番にまたグッズが使えるかもしれないっていうね。そうなんですよ。グッズ使えないの、きついです。めっちゃきつい。畑地の手札もそんな多くないんで、まあそうですね。入れ替えられるんじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ技使います。お届けスピットで110ダメージ。はい。しかし、しかし、ポケモンチェックで、はい、ダメ感が5個乗りますね。はい、うわ、技術です。はい。じゃあ、再度1枚もらいます。はい。キアを出します。はい。はい、1枚いきます。なんとですね、ポケモンが持ってるんですね。ポケモン入れ替えを使います。いいね。はい。ずるい。はい。アルデアドエクスを、ジュペタ EX とね、変えまして。グッズ使ってるから、ずるい。僕は使えるんですよ。ずるいぞ。はい。じゃあこれで、はい、じゃあまず毒の沼地からですね。はい。はい、じゃあ毒にしてもらって、じゃあこれで技を使います。トコヤミで、はい、30ダメージです。はい、30で。はい。ポケモンチェックで、毒が、そうですね。やば！嬉しい。はい。じゃあ1枚やります。気持ちいい。グッズ止めながらサイド取っていく。そうなんですよ。終わるね。じゃあ、キャワーを出します。はい。1枚いきます。はい。歯並び使います。はい。仲良しコーヒーをお外に置きます。はい。手札にさ、すごい釣り像もミラージュゲートもあるのに、もう7枚溜まってるのに、使えないんですよ。はい、はい、苦しい。苦しい。何時もします。はい、わかりました。はい。ベンチにキャワーを出して、うん、闇ラミも出します。はいはいはい、そして超エネルギーをつけます。わかりました。じゃあ番を終わります。はい。じゃあ1枚引きます。はい。じゃあトレッキングシューズ使います。1枚引いて、じゃあこれはトラッシュします。はい。引きます。じゃあ手札から1、2、5X に超エネルギーつけます。これで博士の研究使います。はい。トラッシュします。じゃあ毒の沼地を使って、で、はい、キュアを毒にして、これでじゃあ技を使います。ここやって30ダメージです。またグッズが使えるよ、はい。じゃあ、ポケモンチェックですね。はい、ですね。はい、これで気絶です。はい、これやってるだけで7分きついな。やばい、めっちゃきつい。はい、それで1枚取ります。はい。じゃあ、キュアを出します。はい。1枚いきます。歯並び使います。はい。これはもう究極のタクなんですが、緊急モード、ロソソに置きます。なるほど。惜しかった、これも。アクロマの実験使います。はい。入れ替えカードとミラージュゲートロスゾーンに置きます。はい。水エネルギーをキュアワーにつけて逃げます。はい。そして、やっとロスゾーンが10枚溜まったので、読み紙を出します。はい。ロストワイン使います。はい。じゃあ、ジュペット EX に、3個。はい。で、こっちのジュペット EX に5個。はい。エキリンコ EX に4個でお願いします。はい。はい、じゃあ、ジュペット EX 気絶します。やっと倒せた。取ります。はい。じゃあ、ジュペッタ EX を当てる場合に出します。はい。1枚引きます。じゃあ、すごい釣り場を使います。はい。じゃあ、影坊主1匹戻します。まだ使います。テストボール使います。はい。じゃあ、影坊主現地に出します。超エネルギー影坊主につけます。じゃあ、毒の沼地を使って闇ラミを毒にして。はい。はい。これで技を使います。ここ闇で30ダメージです。はい、これでポケモンチェックで、はい、ポケモンチェックで、うん、はい、HP 80まではいけますよ。はい、ということですね。そういうことです。じゃあ最後1枚取ります。はい。じゃあ今日はを出します。はい。1枚引きます。はい。新
仲間の実験使います。はい、ベストボールとポケモン入れ替えをロストゾーンに置きます。はい、花選び使います。はい、入れ替えカードをロストゾーンに置きます。はい、アクエネルギーをトドロクツキ EX につけます。はい、次の番にねトドロクツキ EX で攻めたいなと思います。はい、このまま終わります。わかりました。じゃ1枚引きます。じゃあ影坊主を呪血体 X に進化させて超エネルギー手札からつけます。はい、いやこの番倒しきりたいっす。ボスの指令でトドロクツキ EX を、いやこれちょっとお願いします。マジでポルターガイスト来るね。これポルターガイストの番かもしれないです。手札めっちゃあるんですけど、はい、毒の7鉢を使って毒にしておきます。毒です。はい、いや頼む。これでいきます。じゃあポルターガイストで相手の手札を見てその中にのトレーナーズの枚数かける60ダメージということで、はい、トレーナーズどれだけ持ってるかな。いっぱい持ってほしい。広げます。はい、1,2,3,4,5,6。 はい、じゃあ360ダメージ。やばすぎ、やばすぎる。思ったより持ってました。360ですね。はい、もう溜め込みに溜め込んでました気がします。はい、じゃあサイド2枚いっております。ということで竹内の勝利です。ありがとうございます。いやグッズ使えないのめっちゃ辛いですね。そうだね、まあ、しかもポケモン倒してくるしね。そう確かにしっかりね毒でじわじわ倒してきて強かったです。はい、ではデッキ解説をお願いします。こちらがクチーと竹内が使ったジュペッタ EX デッキです。フェイジで高校最初の番からジュペッタ EX に進化させて常闇で妨害していきます。相手が進化ポケモン中心のデッキなら銅太くんの進化ジャマーを使って相手が手札からポケモンを出して進化させないようにします。技マシンエボリューションを使ってこないデッキであれば進化ポケモン中心のデッキの動きをかなり止められるので強力です。種ポケモンのポケモン EX と戦う場合は相手の HP が大きくなかなか倒せないのでダメージを上げる手段としてマキシムベルトを採用しています。僕もねこういう妨害するデッキ大好きなんですけど、同士の方はぜひ使ってみてください。2人が使ったデッキのデッキレシピは説明欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。面白くなかったけどな私はやられた顔はね。グッズ使いたかった。お付き合いいただきありがとうございました。冗談です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回バイバイ。